皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイフトボール2023情報を紹介していきます。さあ毎週のように復刻週間 FP っていうのが続々とね順番にやってきてますけど、移籍絡みとかあとは引退絡みで搭載されないという選手が、まあ、何人かねガチャで出てきています。なので、まあ、今後復刻されるかもしれないけどガチャには搭載されない移籍組選手とか引退が決まっている選手、今回はそういう選手たちをまとめておこうと思いますので、まあ、今後復刻が来たタイミングで、ぜひ参考にしていただければいいかなと思っております。で過去の事例で紹介しておくと、例えばチャンピオンズリーグからのカンセロパターンとか、あとはまあ直前のね、引退が決まっているピケだったりもね収録残念ながらでしたし、このガチャに関しては3人かな、トルコリーグにね移籍が決まっているジェコ、何かとね問題があったトニーもなぜかね、まあ、理由はわかりますけど収録されませんでした。一応代表 FP に関しては代表のユニフォームになってますし、クラブではないんで移籍とか関係はないと思うので大丈夫だと思うんですけど、まあ、今後クラブの方仮に復刻があったとしてという話をしていこうと思います。一応あくまで今移籍確定してるとか対談が決まっている選手を中心に見ていくので、今後ね移籍が決まったりとかすると人数膨れ上がる可能性はあるんですけど、現時点でのリストということになりますのでご了承ください。あと把握できてない移籍対談とかもしかしたらあるかもしれないんで、この選手移籍対談決まってますよっていう選手がいたら教えてください。こんな感じでeFootball情報を随時紹介しているチャンネルです。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今後のガチャなんかの参考になるような情報、動画上げております。ということで早速いきましょう。まずは1月にね、搭載されたこちらのガチャなんですけど、まずはグリマルドですね。こちらの選手、優秀な左サイドバック登録のね、選手になるんですけど、レバークーゼンドイツへの移籍が決まっていますし、発表されてますので、おそらくこの復刻ガチャ、仮にあったとしても、この選手は搭載されないということになりそう。まあ、あとはですね、現在トッテナムに所属していて、当時はスポルティングで出てきたペドロ・ポロですね。一応なんかレンタルの形だったような気もするんですが、この選手もそのままトッテナムに所属っていうことになると搭載されないっていうのが濃厚かなっていう感じです。クロサーで登場したバージョンですね。こんな感じの。次に気になるのがこちらですね、バルセロナ対談が決まっているジョルディ・アルバに関してはおそらく搭載されないでしょう。確かまだ移籍先は現時点では決まってないと思うんですけど、まあ、こんなバランスのいい能力でしたよね。ただ移籍の噂なんかもあるケインだったりとかも、今バイエルの噂とかねありますから、移籍が決まるとこのガチャも復刻したとしても搭載がないということになりそう。さあ続いては結構人気のあるこのガチャなんですけど、まずはアーセナルに移籍の噂があったりとかは、その辺のあるティンベル、まだね移籍確定ではないので分かりませんが、なんか出ていきそうな感じするんで、このティンベルハードプレスは搭載ないかもしれませんね。スキル優秀すぎ。そして、トッテナムに移籍が発表されましたレスター対談のマディソンは復刻があったとしても搭載されないということが濃厚です。一応クラセレがね出てる選手ではあるんですけど、特殊カードマディソン今作は少なめでしたね。なんかウイレ時代はもっと来てた印象がありました。ワンパスルーパス持ち。さあこのガチャでいうと旗手選手が結構噂されていますが、まだ確定ではないのでとりあえず現状はステイ。まああとはメッシですね。このガチャ結構ね、話題性の高かったタイプのガチャだと思うんですけど、メッシはアメリカ移籍、これは決まっていますので、復刻があったとしてもメッシは搭載されない。さあこのバージョンですね、メッシ。これはバグ強じゃなくて普通ですよね。何強っていうの、まあ確かスキルも変わってないような普通の週刊メッシだった気がします。そしてこのガチャですね、マンジポーズでおなじみベンゼマはサウジアラビア移籍がね発表されてますので、このガチャ復刻されたとしてもベンゼマはいない状態というところになります。まあベンゼマ自身も週刊 FP 確か2回ぐらい来ましたけど、まあ、これなくてもねいろんなタイプ出てますから問題ないでしょう。そして緊急のニュースが入ってきました。隣ニューカッスルが決まったということなので、こちらもバグ強でした。隣の B2B、残念ながらこちらも復刻はなしという枠になっちゃいました。まあ普段はアンカーなんですけど、まあボックスとボックス系能力といえばいいんですかね、まあ守備能力そんな高くなくて全体バランスがいいみたいな、そういう B2B になんかマッチするような元々の能力が、この時出てきてかなり話題になった選手なんですけど、この選手も残念ながら、今後復刻はないというところになります。続いてはこれですね、先ほども紹介したメッシ関連なんですけど、いわゆるバグキオメッシって言われるリンクフォワード版ですね。こちらも残念ながら移籍してるので搭載されないでしょう。まああとはやっぱりちょっと悲しいお知らせですよね、ギュンドーワンです。すでにバルセロナ移籍発表もされてますし、
待望のね、待っているという方もいるかもしれませんが、まあ、だいぶ先の話ではあるんですけど、ガチャ日程的に復刻されたとしても。ただ、そのギュンドワン、このギュンドワンは搭載されないというのが濃厚になっております。いや、当てた人羨ましすぎ。さあ、なかなか直近のガチャにはなるんですけど、スパサブフィルミーノですね。対談は決まってます。移籍先は発表されてないんですけど、対談決まってるので、フィルミーノも搭載なし。まあ、スパサブ版ですよね。これが搭載されないには非常に残念です。そして、またもメッシやってきました。メッシ何回出てるんでしょうか。こちらも搭載はありませんし、2人目のグリマルドですね。レバークーゼン移籍のグリマルドもないと。で、さらにはジャカもないと。このガチャ人数結構絞られましたね。シャビ・シモンズとかも噂あったんで、もしかしたらあるかもしれないし。このグリマルドはどっちかというと強いバージョンでしたよね。搭載はありません。さあ、それから唯一の2列目メッシ。まあ、強化度としてはそんなめちゃくちゃ高い方ではなかったですけど、まあ、そもそも2列目なので特殊なんで、欲しい方ももしかしたらいたかもしれませんが、こちらも復刻はなしという枠になっちゃいます。はい、そして対談のジャカもそうですね。ボックスというボックスになった時のものだ、まあ、めちゃくちゃになんか能力が強いってわけじゃないですけど、このバランス感と要所に90以上の項目がいくつかあるみたいな、そういう特徴のある B2B になっております。こちらも残念ながら搭載はなさそうと。そして一番最後のリーグからの習慣に関してもベンゼマの搭載がないと。で、ラモスは対談じゃなかったですよね。じゃあセーフか。あ、ハムシクはあれですかね、引退でしたよね確か。なのでハムシクもなんやかんや引退記念でここ来たんですかね、はい、こちらも搭載はありませんという形になりそうです。さあ、2人目の週間 FP 復刻がないというベンゼマになります。これ確かレアルは勝利していない試合からやってきたものですね。はい、こちらも来ないという枠になります。はい、それから、まあ、トルコからねやってきたハムシク、まあ、退団というか引退がね発表されていますので、まあ、それ記念で登場したんですかね。実際にこの対象試合がどれぐらい活躍を見せたのかよく分かってないんですけど、まあ、ハムシク好きの方はこれが取れないの残念かもしれません。フロッカー持ってんだ。ということで移籍、あとは退団決定選手とか、それら含めると大体10人ぐらいはね、でも現時点でも確定で搭載されないが濃厚の選手がいるというところになりますので、まあ、それらの選手はね、残念ながら狙えませんので、コインを残す必要は基本的にありません。持ってる方勝ちということで、今回挙げれなかった選手とか私が気づいていない移籍退団組もしいるよっていう方はね、ぜひ教えてください。特にね、右側に結構表示されている星4の選手、オランダ、ポルトガル、スコットランドとか、ちょっとマイナーな、ね、ところだと移籍確定とかあまり知れてないところもあるかもしれません。ぜひ教えてください。ということで、こちらのチャンネル、ギフトボール情報を随時紹介してます。チャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録もお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。